韓国アイドルグループビックスレオがエクソキューミンとの同性愛疑惑について釈明した。去る10日、レオはビックスの公式 V ライブを通じて、誕生日記念ライブ配信を行った。この日、あるファンがキューミンとどんな関係？と質問。これは最近、レオが掲載した写真が話題になったためだ。去る6日、レオは自身のインスタグラムにキューミンと赤い照明の下で、ガクと鼻をくっつけたまま仲睦まじいポーズを撮っている写真を投稿した。またレオはお前、こいつ、愛しているとコメントをつけていたが、お前、こいつ、に修正した。これを受けて一部のファンらはレオとキューミンの同性愛疑惑を提起した。レオはミンソクは僕の人生で一番仲のいい友人。三本の指に入る友達とし、その日写真を投稿したのだが、あの写真を撮った時二人ともとても気分が良かったとし、ミンソクは公演を終えてからで、僕は公演ができなかった日だったが、男三人でワインを飲んで撮ったものと説明した。続けて僕たちはスキンシップが多い。変なスキンシップではないとし完全に親友だ。スキンシップをするのが好きだと述べた。さらにあいつは僕の家のパスワードも知っているとし、キューミンと親しい間柄であることを強調した。一方、レオはキューミンと MBC アイドルスター陸上選手権大会を通じて仲良くなり、友情を深めている。北村匠海、2021アジアアーティストアワードに出演決定。レオ、シューミンとの同性愛疑惑を釈明。僕の人生で3本の指に入る親友写真と撮った時2人今日気分が良かったよくスキンシップをする。変な意味のスキンシップではない。韓国史上最悪の性犯罪 N 番部屋事件のガッガッことムンヒョンウク被告に懲役34年、ブッダことカンフン被告に懲役15年が確定。